き仕留めでした。はい、甘い球をこうしっかり仕留めましたね、ショットすることなく。ちょっと上がりすぎたかなとも思ったんですがね、はい、それにしても古田さん、代打でね、大谷の代打ですからね、そしてホームランです。かなり古田さん高く上がりましたよね。そうですね、ちょっと上がりすぎたかなと思ったんですけどね、しっかり押し込んでたんでしょうね。いや、飛びました。どうですか古田さん、初出場、初出場で2ホームランですよ。いやいや、やっぱり力ありますね、もちろんね、高めからちょっと落ちてきたね、甘い球だったというね、さすがです。ホームランというのはやはりこうチームをね、さらに勢いつけるというところがあり、うん。